マ大会から始まりました。過去11回でアメリカが8勝、あとの3回はかつての東ドイツが金メダルを獲得しています。ここ3大会はアメリカが連覇を続けています。1コースはスペインです。ジワネフスカヤ、ペレス、ペラエス、そしてルーバ。今大会はメダリストが1人も出ませんでした。スペイン4人の選手を並べてきましたが、どこまで食い込まれるか。そして中国が2コースです。去年の世界選手権アメリカ、オーストラリアを抑えて優勝しています。そうなんですね、はい、この決勝もですね、中国の選手の実力というのがですね、非常に脅威ですね。2コースですが怖いですね。アトランタの銅メダルのチームです。第2泳でラッセンセン、ゴールドメダリストが泳ぎます。3コースドイツ、72年のミュンヘン大会では東ドイツが銀メダルで西ドイツが銅メダルということがありましたが、統一ドイツのメダルはまだありません。第1泳者はブッシュシュルテ、あの中村玲子と同タイムで銅メダルを分け合った選手。そして4コースがオーストラリアです。ジャン・ルーニー。第2泳者はリーゼル・ジョーンズ、世界記録保持者、金メダリストのペトリア・トーマスが第3泳者で、最後はレントンではなくてジョリー・ヘンリー、世界記録をマークして金メダルを 100m で獲得した選手です。おそらくその第3泳者のペトリア・トーマス選手あたりがですね、はい、キーマンになってくるんじゃないかなと思いますね。アメリカは金メダリスト、世界記録保持者コグリンから始まって、これまた 200m で金メダルのアマンダ・ベアード、さらにはジェニー・トンプソンは結局バタフライに出て、アンカーはケラリン・ジョイス。4連覇がかかりますアメリカ。まあ、第1泳者コグリン選手の差をですね、どこまで維持できるか、はい、これが優勝につながりますね。6コース、イギリスです。イギリス女子にはここまでメダルがありませんでした。セクストン、バルフォー、リー、そしてエヴァンス。さあ日本の4人です。 200m 銅メダルの中村玲子、3度目のオリンピック田中雅美、そしてこれがラストレース大西純子、最後はアンカー永井智子。選手たちのコメントが入ってきてますが、第2泳者の田中雅美もこれがラストレース、諦めずに泳ぎますと。4年経ってこのメンバーでなんとか日本記録を出したいというコメントを残してきました。そして大西純子も集中しているし、日本記録を目指したいということです。そうですね、先ほどもエンジン組んでましたんでね、はい、ぜひ、ベテランの選手たちの力を借りながらですね、日本記録を狙ってもらいたいと思いますね、はい、そして8コースにはオランダです。先ほど金メダルを獲得したインヘデブルーインは、ここは第3泳者バタフライで出てきます。まあ、このレースなんですが、やはり背泳ぎの強いコグリン選手を持っているアメリカがリードしていくはずですね、はい、中盤からオーストラリアが迫ってくると思います。日本もなんとかですね、先頭グループに、ついていきながらですね、後半もその差を開けられないように頑張ってもらいたいです。さあスタートしました。日本第一泳者は中村玲子、 200m の銅メダリスト。その中村が映ってきました。日本の中村7コース、画面の右に見えています。中村玲子、先頭はやはり金メダリスト、世界記録保持者のナタリー・コグリンが行きます。5コースのナタリー・コグリンがちょっと抜けましたが、しかし中村もいいです。中村選手いいですよ。中村現在第2位につけているか。中村がいい飛び出しを見せています。まずは50のターンです。先頭はアメリカです。そして日本の中村玲子は現在第2位です。第2位でターンしました。29秒58 56。さあ、いいタイムですよ。まだ依然として2位争いには加わっています日本の中村。先頭はアメリカのコグリン、コグリン先頭、アメリカが先頭です。アメリカの後には1コースのスペイン、さらには3コースのドイツ、そして7コースの日本。日本の中村玲子は2位で、そうですね、田中に渡すことができるのか。アメリカ先頭です。その後には日本は現在3位です。3位ですね、現在第3位、1分1秒05でつなげます、はい、さあ田中雅美がスタートしていきました。先頭はアメリカです。アメリカが先頭です。日本現在第3位に入っています。なんとかね、この差を開けられないようにですね、はい、田中雅美選手頑張ってほしいですね。序盤から行っています田中雅美です。田中雅美は現在第4位の位置に下がっているか。しかしそれでも序盤から行っています。先頭はアメリカ、アメリカが先頭、110をターンしました。続いてその後にはオーストラリアのリーゼル・ジョーンズ、世界記録保持者がアマンダ・ベアードを追いかけます。
ジョーンズとベアードのライバル対決はどうなるのか。体一つリードを奪っているのはアマンダ・ベアード、アメリカ。アメリカが先頭です。オーストラリアがそれを追いかけます。さらにドイツが現在第3位、日本の田中雅美は現在第4位。日本の田中選手後半がいいですからね、はい、から頑張ってもらいたいですよ。逃げるのはアメリカ、アマンダ・ベアード。追いかけてイーゼル・ジョーンズ世界記録保持者、オーストラリア4コース。そしてその左後方にはサラ・ポーエ、ドイツのサラ・ポーエを迫ってきました。ドイツ頑張ってますね、はい、画面一番下に見えるのが日本の田中雅美です。日本は現在第4位。第3泳がスタートしました。アメリカはジェニー・トンプソン、先ほど 50m を泳いだばかりのジェニー・トンプソンがこのバタフライで登場します。日本は現在第4位。日本現在第4位で大西純子が飛び込んでいきました。それからオーストラリアのゴールドメダリストペトリア・トーマスがどこまで差を縮めていくのか。逃げるのがアメリカ、ジェニー・トンプソン、自身9つ目の金メダルを狙っています。その後にはオーストラリアの金メダリストのペトリア・トーマス、そしてドイツのファン・アルムシックが現在第3位。日本の大西は現在第4位をキープしている。大西が今ターンしました。日本の大西は4位から5位に下がった5位に下がったか。さあ日本は現在第5位だ。さあ熾烈なトップ争いはアメリカが逃げてオーストラリアが追いかけています。ほとんどペトリア・トーマスが並んできた、ね、アンカー勝負ということになるとオーストラリアの方が強いですよ。アンカー勝負になるとアメリカはケラリン・ジョイス、そしてジョニー・ヘンリーがオーストラリア金メダリスト、ほとんど並んでいる。オーストラリアはわずかに出たか。ペトリア・トーマスが逆転しました。先頭はオーストラリア、アンカーは金メダリストジョニー・ヘンリースタート、そしてケラリン・ジョイスアメリカスタート、その後にはドイツが行きました。日本は現在第5位でアンカーの長いトップが行きました。日本現在第5位です。日本のタイムは3分9秒28、はい、日本記録を上回ってます、はい、はい、いいペースでいっています。オーストラリアチームは世界記録を上回ってますよ。日本記録を上回っています。日本現在順位の上では第5位です。さあ金メダル争いはやはりオーストラリアの世界記録保持者が強いのか。オーストラリア先頭です。体半分にリードしました。世界記録を上回っていますオーストラリア。オーストラリアは世界記録を狙っている。そして日本は日本記録を狙っている。日本ターンしました。日本現在第5位をキープしている。日本記録の可能性も十分にあります。先頭はオーストラリア、決着をつけたか。最後アンカーは世界記録保持者ゴールドメダリストジョニー・ヘンリー強い。ジョニー・ヘンリー強い。先頭はアメリカ、先頭はオーストラリアです。オーストラリアが強い。そしてその後にアメリカ、オーストラリア金メダル、銀メダルはアメリカ、世界記録が出ました。その後にドイツ、そして日本はどうか。日本の永井智子は今ゴールしました。3分4分4秒83、4分4秒83、わずかに日本記録に及びませんでした。日本は第6位でゴール。日本記録を狙いたいというコメントが各選手から出ていました。 そうですね、そのペースだったんですが最後は惜しかった。そしてこのアメリカとオーストラリアの対決はオーストラリアの圧勝という形になって、この種目では初めての金メダルをオーストラリアが獲得しました。しかもこれは世界記録ですね。大変な記録と、そして史上初めてオーストラリア史上初めてのこの種目の金メダルを手にしました。そうですね、やはり第3泳者のペトリア・トーマス選手ですね、はい、あれだけの差をひっくり返して最後アンカーヘンリー選手につなげましたから、この辺の強さですね。